それまでさ、1000円2000円のヘッドホン使ってたんだよ僕。さすがに違うこれ。ヘッドホン。ヘッドホン。ソニーのヘッドホン。ソニーのヘッドホン。MDR7506。ここのね、帯がね、青いんで青帯なんて言われててね、兄弟機種に赤帯ってやつがありますけどね。これ買って3ヶ月ぐらい使ってるんですけど、今までね、僕ね、ヘッドホンとか音に関してはね、聞こえてりゃいいだろうと、もうダメだ、思ってたんですよ思ってたんだけど、これね、買って3ヶ月ぐらいで、普段ね、別に YouTube では使ってないです。本当にお仕事で使ってて、これこうやるとね、岡田さんエヴァンゲリオンみたいですねって言われるんですよ。どうでもいい。普通ヘッドホンってさ、外してる時ってこうじゃん。たださ、僕首がね短いの。首短いからさ、ここに首にかけてるとさ、首がね回らないのよ、撮影してて。そうだから現場で撮影入る前ってだいたいね、ここにこうしてるんです。かわいいでしょ。そんなのはね、どうでもいいです。僕ほんと音は聞こえてればいいだろうと思ってた人で、3000円とかね2000円ぐらいの安いヘッドホンを使ってたんですけど、システム5行った時にちょっと欲しくなっちゃってね、買ったんですよ。業務機の専門店のシステム5さん行く機会あったんでね、そういえばヘッドホンも1個欲しいんですけど何がいいんですかって聞いたら、スタジオ標準はこれですと。業務機の専門店の店員さんが言うんだから、間違いないだろうと思ってね、こう値段見て高っと思ったんですけど、頑張って買ったんですよ。そしたらね、超良かった。良かった。本当ね、僕そういうの言語化できないんですけど、これいいっすよ。本当にいいのは分かった。例えばさ、昨日上げたさ、アメリカンスナイパーの動画あるじゃないですか。で、あの動画の中で実はね、動画の真ん中辺で2階のね寝室の目覚まし時計がね実は鳴ってたんですよ。撮影中僕それ気づいてなかった。編集しててもパソコン備え付けのスピーカーとかで聞いて編集してると分かんないんですけど、その後これで聞いたら、YouTube でも分かりますよ多分。 YouTube の動画でもこれで聞くとね、2階の寝室の目覚ましがうっすら鳴ってんのがこれだと聞こえるの。すごいでさ、俺なんでこういうさ撮影機材のレビューとかしないかっていうと、ドヤ顔で言うとね、本当のプロの人に怒られるんだ。ダッサ。そうなの、お前知らねえくせに言うな。ただね、ちょっといいのがなんかわかる。これはさすがに高いからなのかな。1万2、3000円するのかな。それまでさ、1000円2000円のヘッドホン使ってたんだよ僕。さすがに違う。これなんていうのかな、こう音のね真ん中がわかるっていうので、その左右の音はこれなんだなみたいな、で奥にこの音があるんだなっていうのをちゃんとね、なんかね振り分けてくれてる気がする。そう、音ってね、奥が深いなと思った。これ買って俺でもわかるわっていうぐらいこのヘッドホンわかる。いいな、わかった。最近僕 YouTube スペースでショートフィルム撮ったじゃないですか。脱出男、ここね、ぜひね、皆さんね、まだご覧になられてない方見てくださいね。でこのね、ハロウィンの階段の脱出男撮った時にサウンドクリエイターさんがねついてきてくれたんですよ。撮影しますって言ってプリプロした時に、岡田さんちょっと音ってすごい重要なんで、かっこ岡田さん音のこと何も分かってなさそうなんで、サウンドクリエイターでプロの人を1人つけますからって言ってくれたの。ありがたいんですよ。で僕監督で、そのエンジニアさん、サウンドエンジニアさんにいろいろ指示して、音を作ったんですけど、SE とか録音したり作ったのは僕なんですけど、ただ声に関しては録音して調整してくれたのはそのサウンドクリエイターの方なんですよ。プロの方で、で岡田さんって言われて、今から声の音を調整するんで指示もらえますかって言われて、何言ってるか分かんなくて、何言ってんだこの人って思ったら、明るい性格なのか暗い性格なのかで音の作り方も変わるんで、この主人公のキャラクターを教えてくださいって言われて、何言ってんだと、変わるわけねえだろ人の声なんだからと思ったの。普通に撮りゃいいだろうと。したらさ、違うらしいのよ。音にもちゃんとね、なんかあるみたいなのね。そういう音域が、音にもちゃんとそういうね、人の声一つ撮ってもうどう撮るか、どうエフェクトかけるかで
違うらしいの。でこういう性格ですって言って、あじゃあこれでやりますって言って、ちなみにじゃあめっちゃ明るい性格だったらどういう声になるんですかって聞いて、あじゃあちょっと今試しに作ってみますよって言って作ってもらったのよ。全然違うんだよ。そう、同じ声だよ。同じ声なのに、あ、なんか違うっていう、うわープロすげーっていうね。そう、プロすごい。喋れば喋るほどこいつ知らねえなっていうのがバレるんでね、そろそろここら辺にしておきたいと思います。コメントありがとうございます。トラヒソンチャンネルさん、ガチレビューも期待してますっていうことで、ガチレビューっていうと真面目に商品を紹介するやつですよね、きっとね。こういうやつじゃないですよね。ただ僕でも3ヶ月使ってるけど、これ本当にいいですよ。一応商品紹介系ブロガーだと自分では思ってるんでね、真面目にやっていきたいと思います。今まですいませんでした。さよなら。